小リレービゼンクラゲは、ハチムシズナらラネクチクラゲ目ビゼンクラゲか、ビゼンクラゲ族に分類されるクラゲの一種。日本では、古くは、キビの穴海が名産地であったことから、ビゼンクラゲと呼ばれるようになったと言われている。九州北部の有明海沿岸では、今も昔も赤クラゲと方言で呼ばれている。英語では、エディブルジェリーフィッシュという構成で、エディブルジェリーフィッシュと呼ばれている。 同族一種には、ゼンクラゲがいる。過去に別種とされたスナイロクラゲは、本種の死の義務とされる。近縁属には、越ンクラゲなどがいる。日本の有ア明ア海に生息するものは、他の海域のものと別種の可能性もあり、21世紀初頭、現在、研究が進められている。本種は、越ンクラゲよりも小さいが、それでも傘の直径40から50センチメートル程度。 重さ1 0ラム程度の大きさになり、中には傘の直径約8 0トル、重さ約2 0ラムに達する個体もいる。やや青みがかった半透明のクラゲで半門を持つ個体も稀に見られる。傘の縁に触手は備えておらず、8本の口腕にはそれぞれ多数の棒状の付属器を備える。傘は白く、口腕は赤い。傘の縁を力強く開閉させて、 活発に泳ぐ。口腕付属器は、わずかな物理的刺激を加えるだけで取れてしまう。脆いもので、通常的な量の扱いでは、簡単に本体と切り離されてしまう。熱帯域、亜熱帯域、温帯域の宴会に分布する。日本近海では主に、有明海と瀬戸内海に生息する。微前クラゲは、有刺体で、無症生殖を行うポリップ型の世代と、有性生殖を行う。 クラゲ型の世代を交互に過ごしながら増殖する生活感を持つ東、アジアなどでは食用とされており中華料理などに使われる中華料理では高級食材とされている主要産地である日本近海の他中国近海でも取れはするものの絶対量は少なく加えて購買能力の上がった21世紀初頭の中国市場で 日本産の食品がのきなみブランド化する中、ビゼンクラゲも例外ではない。日本では1970年代後半には年間4000トン近い水揚げ量を記録するなど大量の声を聞くことが珍しくなかったが、1990年代末前後におけるバイオマスは最盛期に比して減衰し、これに反比例して市場価格は高くなった。しかし2000年代末頃から、 回復傾向にあり、他の漁を行う漁業者から網にかかって処分に手間取る厄介者扱いされるほどになった。年によっては大量繁殖することがあり、有明海では2009年や2012年にとっても取り切れない数の発生を見た。2012年の時は中国への輸出増を受けて不漁が続く魚、貝、カニなどを取っていた。 地元漁業者のクラゲ漁への一時的な転向も目立ち、例えば佐賀市の佐賀魚市場では、昨年は口底漁に従事する大浦の船が10隻はいたが、今年は1隻だけになったというような状況になった。また、佐賀県有明海漁業協同組合は中国、市場向け加工事業の計画を立ち上げ、新たな漁業資源として活用する動きを始めた。ただ、 手っ取り早く漁ができるとは言っても重労働で割に合わないため、クラゲが増えて喜んでいる漁師はおらず、むしろ現地の漁業従事者の多くは有明海の環境変化に危機感を募らせている。なお、有明海沿岸の場合、備前クラゲ漁は差し網漁である、越前クラゲよりも本種の方が美味だという話もある。クラゲの飼育技術が確立された20世紀末前後から、 小型、中型のクラゲ類が水族館などで飼育展示されるようになったが、ビゼンクラゲのような大型のクラゲ類の飼育は依然として実現していない。それでも展示している水族館は複数箇所あり、日本の大阪市にある海遊館は有明海のビゼンクラゲを調査、研究しつつ、採集した数体を長距離輸送で搬入し、 1> 約1ヶ月の期間限定で展示するというイベントを初めて成功させた2001年以来毎年続けている。2012年、長崎県佐世保市の九十九島水族館ではビゼンクラゲの飼育実験が行われている。また、同じ時期、新江の島水族館や鶴岡市立鴨水族館などでも期間限定でビゼンクラゲを展示している。俳句においてクラゲと怪月は ミカの季語であり、備前クラゲと備前海月は、それぞれにクラゲと海月の古季語である。江戸時代前期の俳人、何和三人の著作に備前海月がある。ありがとうございます。